経と構成の経をやってました、うん、過去の結果見てみたいと。まあはい、時間的にはどうか、熟語とか強くしなきゃいけないね。ただ量が多い。そうそうそう、いや、まあ、どうでしょうねこれは。おで始まりました、ムチチャンネル。さあ、ここからですね、ハルキにおいでいただきまして。ハルゼロ。はい、ハルキさんですね。まあ、志望校決まったんで、はい、まあ、どの程度取れていってるのかっていうのをですね、はい、見たいと思いますので、はい、過去問ですね、やったやつを見ましょう。この中で、はい、はい、どれをやったんですか？明治の経営と法政の経営をやってきました。うん、なるほど。じゃあ、その過去問の結果見てみたいと。まあ、はい、じゃあどうぞ。まずは明治の英語です、はい、はいはい、2021年度を解いてきました。もう21年を解いた。これ22はまだやってないってこと？22やってないです、うんうん、結果は全体でいくと50分の31、はあ、はい、6割ぐらい。そうですね、ダメじゃん。いや、まあ、ちょっとダメなんだ。明治まだ戦えてないよ全然。ここの学部ボーダーがもう 62% か 3% とかあった、うん、なるほど。あ、ただそっか、配点は分かんないもんね。配点は分からないです。これ並べ替え、この B とイメネティオは、ね、はい、並べ替え全部なんか点ありそうだった、うん、なるほどね。まあ、これ長文だよね。まず大問1が20問中16正解してて、はい、大問2が10分の5、これ読解だよね。これ読解です、うん、いやまだまだだな。全然話にならないけど、まあよ。で、次、大門さんが、これは会話？文法5位が15分の10。はい。なるほどね。あ、倍だね。知らなかったんだ。いやー、ばー、まだ弱いね。会話文0点じゃん。いや、会話文全然。大門4、やば。全然わからなかったです。うわー。これはセリフを入れるやつ？はい、セリフ入れるやつ。うわー、あー、やばいやばい。時間的にはどう？時間も結構ギリっす。そうね、結構いいです。会話文、ああ、このセリフを入れるやつね、はい、うわー、これできないんだ。そうです、うわー、やばいって。今対策してます、会話文。マジでちゃんと、まあ、でも選択肢の意味がちょっとあんま分かんなかったんですよ、ね、ああ、表現ね。まあ確かに知らない表現出てくるね。ラップアップとか知らなきゃ、やっぱ熟語とか強くしなきゃいけないね。そうですね、知らなかったんで、まあ、一応覚えましたね、うん、これは難しい表現はありません、一つも。普通レベルです。だから総計だと全部超基礎、はい、あ、ちょっと頑張らないと。いや大丈夫なの、抑え受けないんだよ。はい、怖えな。まあ明治のイディオム的なのまず覚えることが大事だな、これだと、はい、でも大したことないけどな、どれも。はい、いや、はい、もうこの、うん、これすら分かんなかった、この It's been a while。 It's been a while なんてめちゃめちゃ超使うし、俺普段の生活で喋るときに超使います。知らなかったです。ついこの間も韓国人の友達から連絡来て、It's been a while。 一回覚えたら、まあ、It's been a while since I talked to you last とかね、 It's been a while since I saw you last とかめっちゃよく使いますからね、久しぶりっていう表現。はい、はい、いや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 、怖い怖い、これもう、え、はっきり言うけど、だって明治なんかほぼほぼパーフェクトでいかないと、そう、総計には全然戦えないですからね。それは自覚してます、はい、総計の一番下だって。明治なんか、明治の方がどうたらこうたらって言ってる人たちいますけど、全くそんなことないし、レベルがもう全く違うんで、はい、まあ、英語に関してはですね、はい、他の科目いきましょう。次は国語ですね。28分の19、これも知識問題とかもあるから配点は違うんだろうけど、記述もあるしね。それにしたってまだまだかなって感じかな。そう、はい、まず問い1が16分の12、うん、これ現代文です。4つ間違った感じか、はい、選択肢のやつですね。記述は合ってると思う、記述は合ってると思うんですけど、まあ入れないで計算してます、ね、うん、ああ、入れないで計算してんのか。記述はもうちょっと微妙なんで、うん、全部入れないで計算して。じゃあこの28っていうのは記述入ってないってこと？多分入ってないんじゃないですか、うん、そうなんだ。まあまあいいや、記述なしでってことね、はい、古文バッツ多いな、12分の7、はい、なるほどね。12分の7つったってちっちゃいやつと大きいやつ同じくくりだから、どうなんだろうって思うよな。いや、まあ、かなりもっと落としてる、ね、え、次に文学史があるの？これ文学史、あ、文学史問題も間違ったってことね。文学史ね、これでもう大問2個で、いや、文学史覚えるだけだったから得意でしたよ。これ今やり始めたんですけど、文学史、ね、これやった次の日に同じとこ出てきて、あ、やってた、取れた。そりゃそうだ、文学史は最後詰め込んでドーンとできるようになりましたかね。ということで、なるほどね。どうなの、どうできてる感じはない、まだ。でも力はちょっとずつついてきてる気は、ね、
はい、じゃあ続いて法政いきましょう。法政、法政英語ですね。これ2021年経営学部です。はい、経営学部いきましょう。経営学部2021年36分の26。はい、なるほど。まあ悪くはないですけど、7割超えてる感じかな。はい、まず、まあ、法政って基本長文じゃないかな。で10分の6大問1、はい、大問2が6分の5、はい、悪くないですね。で大問3が8分の5、ここはちょっと、まあ、左と右に関してですね、これ私の専門ですから、はい、そうなんですか。めちゃくちゃ得意ですよこれ。じゃあ本文何とか左右のがないものってね、はい、私の背景知識講座だと、あります、右も左もない言語って私の動画内にあります。まんま出てたかもしれない全然再生されないけど真面目なやつは。でも本当真面目なやつは見ておくとそのまま出ることいっぱいあるんで、背景知識講座みんな見とかないとダメだよ。はい、はい、で続いて大問4が12分の10、全部、そう全部長文です。うん、そうそうそう、まあそれが構成ですから。そうですね、大問4つですね、うん、で感覚としてはいや、もっと取れたな、明治よりは。でもできたなって感じ。そうです、法制難しいってよく言われるじゃないですか。うん、そうそうそう、俺は法制なめんなっていつも言うから。経営に関してはそんなに難しくなかったです、うん、なるほどね、ただ量が多いです、ね、そうそうそう、長文ばっかで辛いって人多いですね。はい、うん、今試験も90分なんで、教授より長いですし。そうね、明治よりはでもできた感が。明治よりはでき、明治の方が難しかった、うん、知識がないとね。知識がある人からすれば明治の方がもうはい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 、スラ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 って解けるから簡単なんですよ。法政よりも明治の方が英語に関しては簡単なことが多いです、全然ただ知識がない人にとっては難しい。はい、法政の現代文古文もあるのか。はい、古文もある。はい、20分の13ですね。なるほど。はい、7割は言ってないけど、ただまあどの問題がどの程度か分かんないからね。まず最初、これの記述は採点に入れてないってこと。入れてないですかね。あ、入れてないね、入ってないね。8分の5どうやって、はい、8分の5チップス。ああ、はい、自由に何をもたらすかね。はいはいはい、こういうのは好きですからできないと法の支配と民主主義とかは、はい、こういうの読めるようになっといてくださいね。はい、よくあるトピックです。解説短いね、相変わらず。赤本解説全然ないです。で続いて古文、あ、大和物語だ、はい、7分の4。なるほどね。なんか記述に三角ついてるわ記述ダメだったら全然ダメでしょ。記述入れてないですね、うん、なるほど。じゃあちょっと難しいかな。まあそうですね、まあまだあと1個あるんですけど、大問、あと5ですね。はい、大問 4?3 が漢文でやんなくていいよっていう。ああ、3が漢文、こっちで、うん、俺結構かぶってるんで学部で。なるほど、ね、ああ大問4を解かなきゃいけないわけですね。そうです、大問4は、ああ5分の4、これはできた感じですか。これはまあ、できた。記述三角なんですけど、これ原文ってことですね。これ原文です、ね、なるほど。いやどうでしょうね、これは。古文やっぱりまだ古文が低いんですけど、順調に掴んでる感じはします、なるほど。もう自信がある、の伸びて生きてる気します。気しますじゃない実際出さなきゃいけないから、ね、本文が前より読めるようになってきてるんですけど、ね、説問がちょっとまだ、間に合うのか。12月です、はい、そうっすね、もう12月もう時間がかなりないんですけど。分かりました、はい、じゃあそこでやっても、だから英語に関しては知識が足りんっていうのはもう見て分かりました。表現こんな簡単、ラップアップも知らないんだみたいな感じではい、知らなかった、はい、という感じで、はい、ではそろそろラップアップしましょう。そうですね、はい、了解でした。はい、なるほどね。いや大丈夫かな、心配は心配だな。この結果で果たして間に合うのか。間に合わせます。はい、ぜひちょっと頑張ってやってもらおうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。おちんおちんおちん